いくら政策金利、マイナス金利解除といっても、当座預金のマイナス 0.1% のところだけなので、正直市場に与える影響っていうのは警備中の警備です。皆さんこんにちは、CXR 投資チャンネルへようこそ、ヒロピーです。本日は9月11日月曜日、 FX ニュースをお知らせしたいと思います。はい、本日のテーマです。なんと今朝方早朝5時読売オンラインで、報道がありまして、植田総裁の記事が流されました。それを受けてなぜか円買いがやたらと加速しております。それが一つ目、この後お話します。そして、ブラックアウト期間に入ってまいりました。来週の水曜日夜中ですね、 FOMC。 はい、土日はニック記者のですね、ツイートが話題となり、といっても9月は利上げないでしょうぐらいのものだったので、さほど反応するものではないかなと思いますが、ややドル売りで反応しております。そして今週の目玉ですね、アメリカの CPI ですね。そしてドル円のチャート分析と、いきたいと思います。はい、思わぬ形で出てきました。しかしながらこれ9月6日の、インタビュー記事らしいんですけれども、持続的物価上昇に確信が持てれば、マイナス金利解除を含め、いろいろな選択肢がある。年末までに十分な情報やデータが揃う可能性はゼロではない。物価目標の実現にはまだ距離があり、粘り強い金融緩和を続けるというような、いつもながらですが、ちょっと利上げ、マイナス金利解除を匂わせるようなコメントだったので、月曜朝一は窓開けスタート。そして今ですね、撮影していたら146円を瞬間割れてきておりますね。はい、というところで、先週のクローズからなんと 1.8 円も下落した状態で、ございます。はい、それに加えてですね、ニック記者がコメントで、今月の利上げはなさそうだ的なツイートが、見られたので、そうなるのでしょうというところで、これが、この2件が相まって大きな下落につながったのかもしれません。そしてですね、要人発言ですね、ブラックアウト期間前の段階です、先週の段階です。はい、ダラス連銀総裁、9月 FOMC 利上げ1回見送りが適切な可能性、ニューヨーク連銀総裁、インフレ高すぎるが低下傾向にあると。はい、FRB 理事ウォーラーさんですね、はい、FRB の利上げ終了というものにはもっとデータが必要だと、もう一回利上げしても経済が不況に陥るとは思わないというところで、今月利上げは見送るものの、インフレ低下には慎重な姿勢を見せている。そして利上げはまだ、あるかもしれない、可能性としては十分あるというような発信を、各総裁、されているような、感じが見受けられます。はい、そしてですね、超重要指標、今週の CPI ですね。はい、CPI、前年同月比で 3.6% 増、CPI コアが 4.3 という内訳になっております。CPI の方がですね、6、7、8とこれで市場予想通りだとしても3ヶ月連続での上昇となりまして、これは原油価格の、価格差の影響も大いに受けてるかなと思います。そしてですね、ここ最近サービス業まで腰折れしてきた感があったんですが、製造業がゆっくりとまた巻き返している。はい、その辺も踏まえるとですね、もしかしたら、アメリカ経済やはり強いなというふうな、認識意識がとらわれるかもしれません。つまりですね、長期間の、政策金利を維持できるという、最もな証拠になりますので、やはり製造業までがやはり踏ん張り切ってくると、CPI は下げ止まるでしょうというふうには思います。なので政策金利引き上げないにしても、現状維持で 3% 台で、まだまだしばらく推移する可能性は高いなと思います。はい、そしてですね、 CPI コアはようやく順調に下がってきている雰囲気が出ますね。 4.3 と一気に下がってきましたね。はい、ここは要注目ですね。ここがやはり 4.4、4.5 ぐらいですと、やはり年内利上げがまだ1回あるかなとか、ドルの高い、政策金利維持、の長期化は避けられないなという印象になるので、ドル買いになるでしょうというような印象です。
はい、で、今週の僕の目線ですが、変わらずドル買いを、狙っていこうかなと思います。まあ、先週は短期的に、月曜火曜でショート戦略だったんですがあっさり、負けました。はい、先週後半からまたドル円、買い目線に切り替えて、今日は窓開けで、スタートしていますが窓を埋めていくだろうと考えておりますので、構わず買っていこうかなと思います。そしてですね、まあ口先介入は先週の時点で全く無視してたのでマーケット、まあ全然マーケットはビビってないなという感じがありますし、まあ今はやっても焼け石に水かなというような現状なので、去年は第1回目の為替介入140円台で入ったものはですね、8時間持たなかったので、まあ来たら狙い撃ちすべきかなと思ってます。もうぜひ来てほしいぐらいで考えてます。はい、そして多分トレーダーの人も同じこと考えてるんじゃないかなと思います。まあ、これがちょっと財務省も入りきれない、日銀も介入入りきれないところかもしれませんね。さあ、ドル円見ていきましょう。とはいうもののですね、なんとなんといきなり下げてきているので、ここで小さなフィボナッチを引いてみるとですね、今週の雇用統計の後からですねちょうど半値押しを割ってきましたね。はい、まあ、なので次のところは145円の80ぐらいとかからの買いがいいかもしれませんが、まあ正直ここまで下げるとは全く思っていませんでした。買いポジションもですね FX 会社各社見てても売りの方がまだ全然多そうなのと、今朝の下落で、ロングポジションさらに一掃されたと思いますので、それを踏まえるとですね、まだ相当軽いかなと思います、天井圏なのにかかわらず。はい、よってですねそんなに売りも続くロスカットのポジションもない、とも思います。はい、なのでここは絶好の押し目に、まあ、こういった時の下落のタイミングですよね、これが続かない可能性があるので、拾いたければなんとか拾いたいなと思っております。ちょっと配信終わったらまた追加で入れたいなと思ってるぐらいです。はい、まああとはですね他の、まあ、クロスを見ていても、まあ、ユーロ円とポンド円は下げてるんですけれども5ドル円とニュージー円はほとんど下げてないんですよね。5ドル円なんてのはこんなんですからね。はい、ニュージー、まあ、ニュージーはちょっと下げてますね。まあでも先週の金曜日と変わってないですね。ちょっと行ってこいしましたぐらい、レンジですよねこれ。はい、8月から、まあ、なのでそう考えるとなんか単純に円だけ買われてるってイメージもなくもないかなと、まあ、その辺は、ニック記者の記事のパンチが少し効いてるかもしれません。まあ、ユーロ円はちょっと下抜けてきましたね。157円、割ってきました。なんかショート切ったら運悪く下がってしまいました。先週の金曜日ですね。ちょっと、ちょっとどころじゃない、だいぶ運が悪かったですね。はい、まあどうでしょうね。ここのネックライン割ったのでまあ今ストップロスが走ってるぐらいなのでまとまるとしたら156円のミドルか、まあ今を下ヒゲでこうピュッと抜けて騙しみたいな値動きをするか、まあどっちかかなとは思ってます。はい、またドル円戻しますが、じゃあここの、7月末の金曜日からぐらい、から引いてみると、まあ目星ところは 23.6% 押しの145円の55銭ぐらいですかね。はい、ここも絶好の買い場になる可能性は高そうです。はい、その他引ける可能性があるとしては、まあ、平行チャンネルを引いてこんなんですかね。ちょっと無理やり感があるかな、加減はちょっと乏しい。まあ、こうなると145円ですね。はい、145円はさすがに割れないかな。いくら政策金利、マイナス金利解除といっても、当座預金のマイナス 0.1% のところだけなので、当座預金というのは企業のほとんど滅多に動かさないお金のところですよね。はい、そこに
わずかマイナス 0.1% の、マイナス金利を適用しているだけなので、正直市場に与える影響っていうのは警備中の警備です。これを実装した時に、当時ですね2015年か16年頃だった気がするんですけれども、全くもって円安にもなりませんでした。はい、まあいったところでですね、まあ、ちょっと海外勢がミスリードの売り込みをしているのか、いつもながらの欧州時間まで続いてニューヨーク全戻しするのか、まあそんなようなイメージを持って、個人的には冷ややかに見てます。はい。で、特にですね、この8月以降からこういうふうに2回下抜けっていうのが多いんですね。下抜けしてから全部切り返して高値を超えていく、まあ、例えばこれもいい例ですよね、まあ、これは2回下抜けしてるかもしれませんが、これを1とカウントするとこれ2回目の下抜けなんですね。前回同様ってなると1回抜けて2回下抜けてる、前々回同様1回下げて割り込んで戻ってもう1回下げてって2回下抜けてるんですね。じゃあこっち8月の前半もですね、上がって1回下抜けて2回下抜けてるっていうので、このリズムで上昇きてるんですね、ここ最近。なので今のこの1回2回は、いつものリズムならもうここ切り返すタイミングになると思います。はい、何度もやられたのでね、非常に難しいリズムだったので、このパターンはようやく、覚えてきたと言いますか、慣れてきたので、まあこれを意識して、まあじゃあどこで買えばいいんだっていうところは難しいんですけれども、まあ間もなくかなというふうには考えています。はい、その他、今週前半の重要経済指標をさっと見ておきます。月曜火曜日ほとんどありません。イギリスの、雇用統計失業率の発表とですね、国工業製造業生産、指数程度で、まあ、ものすごくですね、まあ、ポンド高ポンド安になるような材料にはならなさそうな、感じでございます。そして、超重要、水曜日の夜CPI ですね。ちなみに木曜日は PPI がございますね。はい、こちらも一応気にかけておくといいかもしれません。はい、まだ9月上旬、前半ですのでオンラインサロンの方もご紹介いたします。初月、無料3980円で配信しております。僕と山中さん、最近は、小山くんも配信中です。僕はスイング、山中さんはデイトレ、小山くんもデイトレですね。はい、今500名弱がご参加いただいております。まあ、僕のポジショントークは、為替だけでなくビットコインも含めて、こんな感じですね、配信しております。まあ、真似ては欲しくはないんですけれども、まあ、取っかかりとして、どういう視点を見てですねトレードしているかっていうのは、参考にしていただいてですね、皆さんの、トレードルールの、トレードルールや、トレードスタイルのですね、トレードスタイルのですね確率を、サポートさせていただきたいがゆえに、こんなサービスを、弊社で展開しております。ご興味ある方、9月30日まで無料ですのでぜひ、ご参加ください。特典としても、1ヶ月以上、ご購読いただいた方はいつも僕が使っているこちらのですね RCI4 ラインっていうのを、プレゼントしております。その他、ボリンジャーバンドエンペローブとかですね、ムーンフェーズといった彗星逆行中や、新月満月をお知らせするですね機能、はい、こちらをですね、プレゼントしております。まあ、大体こういうふうに新月満月ってあの大潮の日なんで、あのマーケットが結構転換しやすいんですね。これ天井、これ押し目買い、ここも天井、ここは違いましたね、ただトレンドの入り口だった、ここは天井当ててますね。まあ、よく潮目になりやすいので、こういったフェーズ、あの非常に、注目されるとですね、トレンドの入り口であったり、もしくはトレンドが終わってレンジに入ったりとか、まあ、そういう起点が見やすくなるので、まあ、大潮回り、潮回りは、僕はかなり注意しながら見ております。ちなみに次は新月なんですけれども、まだ、今週の後半ですかね。はい、金曜日か土曜日ぐらいにやってきますんで、まあ、そのあたりで1回ピークを迎えやすい可能性がございます。はい、まあ、なので今日はまだちょっと早すぎるんでね、まあ、戻してその方向に行くんじゃないかなと思ってます。
仮にこれ戻すとしたらかなり飛ぶと思います。今度戻り売り勢が一気に全員捕まるんでね。まあこのパターン何度も何度も見てきたんで、この上昇で、はい、まあ、これ今回もそれを狙った、トレードかなというふうに考えております。今ピンクのラインっていうのは水星逆行期間中でございます。これも今週ようやく終わりますね。まあ本当に難しい期間です。はい、この終わりも、ようやくおさらばかな、難しい相場もおさらばかなと思いますんで、この期間からの、水星逆行期間明けはこういうふうにトレンドがしっかり出やすいので、ずる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 っと、はい、今週末は特に要注意、要注意というかチャンスが、巡ってくるタイミングなので、そういった意味で要注意かなと思います。で、前回こういうふうにレンジなんですけれども、開けた途端トレンド出始めたってよくあるんですね。揉み合いが多いです、水星逆行期間は。これ揉み合いですよね。開けてからトレンド出ましたね、こうやってね、マーケットが反転しましたね。まあこういった時によく役立ちます。年3回しかないんですが、これも西洋占星術の一つです。はい、といって、まあ余談が過ぎましたが、こういった特典が、サロン生限定でついておりますので、ぜひ、お入りください。今週のライブ配信情報です。水曜日 CPI ライブいつも通りやります。そして14日は仮想通貨ライブ久しぶりにやります。ゲストは楽天ウォレットの松田さんです。ビットコインやイーサリアムに限定して金融のマーケットを、交えながら考察していきたいと思います。ぜひこちらも、合わせてご視聴ください。はい、ビットコイン円の分析に入っていきたいと思います。まだまだレンジ相場なんですが、ところどころぴょんぴょん上に戻るがゆえにですね、自動売買がいい具合でくる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 回転、してくれてるので、残高が先週よりやっぱりコツコツ増えてきてますね。はい、間もなく580万円ぐらいですかね。徐々に回復傾向です。目線は変わっておらずでして、はい、引き続き戻り売りを意識しております。先週の7日8日ぐらいにピョンと跳ねてショートカバーっぽいんですよね。そして翌日スッと戻して、で、土日挟んで本日月曜日というところで、まあ、また上昇した分全戻しというところで、また完全に売りじゃない買いが捕まった形状してますね。まあこの時みたいですね。ピョンと上がって2日で全戻しして、死んだ相場を演じ、そしてちょっとしぶとく上がるもののまた1日で戻しと、こういったタイミングではもう買いが完全に捕まるので、いよいよ次の370万トライはドーンといくんじゃないかなというところで、まあショートしている身からしたら、望ましい展開がやってきているというような状態です。はい、再び一時的にですね SMA200 を回復したんですが、再び下がってきました。まあなので、まあ、いい加減早く下をやっつけて350万で買い仕込みたいなというのは、個人的な願望、丸出しでございます。はい、変わらずですねこのサポートラインで、しっかり仕込みたいという印象です。まあ何度もお伝えしている通りに SMA200 よくサポートされるんですよね。なのでですね皆さんも結構おすすめでございます。ここはちょっと微妙ですが、でもここの最初のアタックは結構いいですよね。この下がってきたところも意識されてますね。はい、ここも上値意識されてるかな。はい、なのでなぜか SMA200 結構使えますので、ぜひご活用ください。まあ、その他上がったとしてもこの SMA30 日線が今388万円で推移しておりまして、まあ、多分明日は385ぐらい、明後日になれば384万ぐらいまで下がってくるだろうと思いますので、どん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 上値の値幅 の余地はどんどん厳しくなってくる。なので戻ったとしてももうその辺までかなと。200日移動平均線と30日移動平均線重なってるので、まあもうここが限界値に近いかなと思ってます。で、まあ、ここ割れるとストップロス発生してどこまで下値試すかっていうところが、まあ、狙いどころで、ございます。そしてですね今週水曜日ですね、まあ、今日ちょっと下げ始めてるのは理由が1個ありまして、 FTX、昨年10月か11月に破綻したところですねの、債務整理が進んでいてですね、
残っていた内部留保の売却の可能性が、報道リークされたことを嫌気してですね下落しております。といってもそんなに、大した金額ではないんですけれども、まあ、日本円にして総額、約、ね、1800億か2000億ぐらいなんですけれども、でそのうちビットコインが400億円ぐらいです。なのでまあ 2% から 4% ぐらいのインパクトしかないかなと思います。まあ、ただやはりちょっと地合いが地合いなんでね、こんな地合いなんでこのタイミングで400億本当に売るかはまだ分かんないですよ。ドンと来ると脆いかなと思います。まあ合わせてシルクロードの売りもこのタイミングで入ってるかもしれません。この上がったところにペン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 、はい、それの、まあ、報道もまたされれば、もう一発下やるかなと思います。まあ、おそらく売ってるだろうと、こんだけね上値重かったんで、第2回目3回目の売りが入っているだろうと思います。まあ、年内あと、2、3回あるというふうにはもう確定事項ですから、まあ、そっちの方があのネガティブ材料かなと思います。まあ、逆にこれがもう売りとして消化されて、またね、シルクロードで押収したビットコインの売却が終わったよという報道などが目立ったり、大口送金の売却が完了したなどのリーク記事が出てきたら、いい下落が起こるかなと、そしてそこが買い場になるかなと思ってますんで、まあ、それに期待した、値動き、あ、ちなみに350万では思いっきり買う予定です。レバレッジ1倍に戻してですね、ガツンと買って、でも仮にここ割れたとしても、ここの340万円とか、335万円付近で、もう一度もう一発買う予定ですが、最悪下値はまあこの辺まででと個人的には思っております。うん、335から340の間ぐらいですね。なのでまあ重要なこのサポートラインをピュッと下ヒゲで抜けてピュンと戻ると、いったのがこの辺でちょん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 起こったら個人的にはやりやすいかなと思って、それはまあ10月以降のイメージなんですが、それを意識してですねトレードしていこうかなと思います。ここを下落してピョンピョンやって、でも割り切れずにこうブレイクしてくるっていう値動きが理想ですね。矢印で書きますと、まあ、例えばこのまま下落したと、一回戻した、下落した、まあ、こんな感じでってなるともう10月入ってますよね。でこう上がってトレンドライン、過去トレンドラインを右に抜けてきて、また一回押し目を作って伸びていくって、まあ、いかにもありそうな形状ですね。10月末、まあ、こんな逆三尊をイメージしております。ここでですね、はい、まあ、向こう1ヶ月半ぐらい、最後の底堅い値動きをしたら、まあ、いよいよかなと、まあ、この安値が350になるかもしれませんしね、はい、その辺はさすがにわからないんですけれども、まあ、いずれ9月後半までに、か10月の頭に右方向に抜けてくる値動きが出れば、またいよいよ年末に向かってですね大きな上昇が、狙えるのではないかなと思って個人的には期待しています。まあ、なのであくまでも売り方向ですが、短期もう今月中って感じですね、はい、で、ひっくり返したいなっていう思いは変わっておりません。はい、ちなみに今ショートは、裁量と自動売買で変わらず回しております。弊社の開発した、GPT トレードですね、はい、概要欄ご覧いただければ、アクセスできます。ついにリリース1ヶ月で222名の登録、アクティブユーザー102人、API 連携総資産、1億885万円、いいですね、はい、皆さんありがとうございます。着々と遊んでいただいております。全て無料です。リピート系注文ずっと回しっぱなしですね。先週もお知らせした通りです。あ、ちょっと最近新しい実装したので少しロジックを変えましたが、こんな感じでチャリンチャリンチャリンと累計このストラテジー1本を5万8000円出してますが、470円をひたすら繰り返して、利益確定している次第でございます。好調ですね。 0.01 ってやつもまあ、こんな感じで3万1000ですね、累計。まあ地味に150円、地味に地味に毎日トレードしております。
こんな感じでチャリチャリ動く、チャリチャリ動くやつです。なるべく上下してくれた方が当然ながらよく稼働します。この土日はね全然動かなかったんで約定してませんが、今日はよく動いてるんでね、一気に約定したり、8日の金曜日もよく上下したんでよく約定してますね、はい。こちらを、無料でお使いいただけるようになっておりますので、ご興味ある方は概要欄から、見てみてください。すべて楽天ウォレットで取引できるようになっております。 API 連携ですね。さらに特別に楽天ウォレットさんで、何かしらの、自動売買手数料が取られることも一切ありませんのでご安心ください。ぜひこちらご活用いただいて、自動売買ボッターですね、ボットトレーダーに皆さんもなってみてください。当面無料でございます。しばらく無料、2年ぐらい無料です、はい。以上ヒロピーの FX ニュースでした。ご参考まで。